はい、こんにちは。今日は昭和大医学部の問題です。問題はこちらです。f'2=3 を満たす二次関数 fx で、インテグラルの 2-π から 2+π までの fx sin 2分の x-1 dx、こちらを求めようといった問題ですね。まあ、これは二次関数ということなんで、まあ、例えば fx を ax2+bx+c と置いて、まあ、これ微分して 2ax+b とかってして、これに代入しますね。2を入れると、これ 4a+b になって、これが3ですよとかつって、で、これ変数一文字減らして、で、それをここに代入して計算するとかっていう風にやっていってもいいんですけども、まあ、ちょっとこの辺の計算でごちゃごちゃ、このままやっていくと出てくるかなと。まあ、なるべく計算を楽にしてやっていきましょうということを考えていきましょう。で、まずこれ、fx を決定せよではなくて、この積分の値を求めたいというだけですので、これは、まずここの積分区間を注目すると、これ、マイナス2すると、マイナス π から π までになりますね。これで偶関数、奇関数の性質が使えそうだと。つまり、今、x の積分区間が 2-π から 2+π なんですが、まあ、例えば t と置き換えてあげて、これを -π から π に積分区間を変更するために、これ -2 すれば OK だと。つまり、x-2 をすると t という風になるようにしてあげれば、こう置き換えてあげれば、これ積分区間がこの範囲になるよと。でこれで偶関数、奇関数の性質がうまいこと使えそうと。そうするとここが今マイナス π から π になって、これ x っていうのは t プラス2ですので、ここに代入すると ft プラス2。で、sin の2分の x マイナス1は2分ので通分すると2分の x マイナス2ですから2分の t となって、あとは dx は dt ですね。こうなるよと。でこれを積分したいということになります。で、あとはここなんですが、ここをそのまま gt というふうに置きましょう。これ fx を、ax2+bx+c というふうに置くと、まあできるんですけども、ここをまとめて gt と置いた方が、まあ、楽になるかなと思います。要するにここの値を求めたいわけではなくて、ここを文字で置きたいわけですね。ということで、じゃあ ft+2 を gt と置きましょう。で、これっていうのが、まあ、例えば、まあ、これ要するに、fx のグラフをマイナス2平行移動しただけですよね。ft プラス2というのは ft のグラフをマイナス2平行移動した。ですので、二次関数自体は変わりませんよと。二次関数であることには変わらないので、これをじゃあ gt と置きましょう。で、二次関数ですから、これが at2+bt+c と、こういうふうに置いたとしましょう。そうすると、今これを使いたいので、これを微分しましょう。f't プラス2っていうのが g't ですよと。これ微分すると 2at+b ですよと。で、f'2 が3ですから t に0を入れれば f'2 になるよと。t に0を入れると g'0 ですよと。2を0を入れると b ですね。で、これが今3ですよということなんで b は3ということで決定します。ということはここは3ですねと。じゃあこう置いてあげればいいということになりますよと。じゃあここを丸ごとこれで置いてあげれば OK と。つまりこれは -π から π までのat2+3t+c これの sin の2分の t の dt ということになります。これを計算しましょう。で、ここで偶関数奇関数を見ていくと、ここは t2 ですから偶関数、ここは定数関数ですので偶関数で、ここは、一次式ですから奇関数ですね。で、ここは sin、 これも奇関数ですね。つまり偶関数奇関数って何かっていうと、fx にマイナス x、x をマイナス x に置き換えてあげると、fx のマイナスになるのが奇関数ですね。プラスになるのが偶関数。マイナスを返すのが奇関数ですね。f マイナス x にしたときにマイナスを返すのが奇関数ということです。ですので、今、ここは、この sin 2分の t だったら、マイナス t を入れると、ここマイナスを返しますよね。マイナス sin 2分の t になるので、これは奇関数ですよと。ですので、これマイナス。これはマイナス入れるとマイナス 3t になるので、奇関数ということですね。で、これを、括弧の中身とこれをかけるわけですから、結局、マイナスとプラスかけるとマイナス。マイナスマイナスでプラス。プラスマイナスでマイナスですので、でこれら展開したときに、奇関数なる部分、偶関数なる部分。で、0から π までの2倍としてあげると、奇関数の部分は消えますよね。で、偶関数は0から π の2倍にできますよと。つまり残るのは、これかけるこれ。ここだけですね、プラスになるの。偶関数と奇関数かけると、プラスマイナスでかけてマイナスになるので、結局マイナス、つまり奇関数になっちゃうので消えるよと。
で残るのはこれかけるこれ、ここだけになります。で結局ここは消えるわけですね。ということでこれを計算すれば OK。 つまり 2×3 で6の、0から π までの t かけるサインの2分の t ということになります。で、あとこれ計算しましょう。そうするとこれは、t、まあ、これは部分積分ですね。これは、6は置いといて、これの積分、つまりコサイン2分の t。で、これ微分するとマイナス2分の1が出るので、マイナス2をかけるわけですね。マイナス2をかけて t。で、マイナスインテグラルのマイナス2ですから、プラスの2のコサイン2分の t で、t を微分するので1になるよと。こうなりますね。部分積分ですね。で、まあ2を出しておきましょうか。2を外に出しておくと、6に12ですね。こうなって、で、あとこれを積分しましょう。こっち側は0と π、0と π。0π 代入すると、コサイン2分の π0。で、t に0を入れると0ですから、ここが消えますよと。こっち側は微分して、サインの2分の t で、これ微分すると2分の1のが出るので2にすれば OK ですね。これの0から π と。これはこうなりますよと。で、π 入れると1で2ですね。で、0の時は0ですから2になるよと。ということで、ここは2。ですので、12×2 でこれは24ということで求めることができました。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。